GPT-4 が急に出てきましいたや、けど出まも、したね、ついに。はい。ものすごいですね、世すのご中いのことになって反ま響すね。が。ああ、はなんかい。テレビのニュースになってたりとか、あ、そうですなんか、か。有名な人たちがすごい解説してて、有名な人っていうのは全然 AI 系じゃなくてですね、ホリエモンとかね、普通の評論家、社会評論家みたいな人ですか？いろんな人が お GPT-4 かとか、しいですだから GPT-3 の時は我々ぐらいだったでしょ。まあ一ね。部あったけども、それと比べたらもうちょっと世の中、チャット GPT でこそうう世そうの中そうのそう、裾す野ぐが広がっバーッて、と話題爆発したんで、やっぱりそうですね、それに続くものがもう出たってことで話題になってますね。いや、まあまあ、来るもんが来たという。まあ、僕ね、チャット GPT が革命だと思うわけよ。ああ、そうですああ、ね。そうですね。だから僕はね、この2023年をチャット GPT 元年と呼んでた。で、もちまあ、ろん出出たたののはね、11月ですよね。去年ですよ、去年111月月やの。けど、それはね、COVID-19 が実は2019年に出たけど、実質的には2020年から、まあ、話題になった後ですよ。それと同じようにチャット GPT もまあ2023年1月からまあ話題になったと。だから GPT-4 が出ることはもうね、もう前々から我々の間で規定だったんで、だからやっぱりチャット GPT ですよ。そ大きいこかですらね、やっぱの、り。マーケティングでキャズムを超えるって言いますけど、なんか、アーリーアダプターとかありますよね。で、その一般の人たちまでバーッと情報が広まったって、流行ったって、そこを超えるのキャズムを超えるって言うんですけど、やっぱり GPT-3 をもって、世の中の普通の一般の人も、言語処理 AI ってすごいんだって思うようになったって意味で、やっぱり GPT-3 は大きかったかなっていうのを思いますね。あ、それじゃない、いチャッや、トチャット GPT ごめんなさい、チャット GPT。GPT です。はい。いや、すごいなって、はで、い。ちょっとその概要を、あ、普通のそことこかからどう一か個お紹介詫び。して。私まず外れました。GPT-4 が出るぞ出るぞって噂は去年の暮れから出てて、年明け早々出るとか、3ヶ月くらい出る、半年で出る、今年に出るっていろんな説ありましたけど、私はまだまだ出ないだろうって去年の暮あ、れ言っ予てま想しがた。外れたっていうことね。外れました。お詫びそうですです。ね。3.5から4までそんなに早いわけないだろうって言ってたら、世良浩二さんの予想は3まあ、が1出年ぐたらい。と、3.5が出たと。まあ、その同じくらいの感覚で4が出るだだから今ろう。年中には出ないだろうぐらいの、あれ、気持ちで言ったの。来年かなって言ってたんですよね。それに時間関す稼ぎだるろうって。分析があってね、実はオープン AI の思惑とマイクロソフトの思惑が違ったっていうことなんですよ。で、オープン AI はね、この安全性の問題に関してもっと慎重にね、検討したかったわけだけど、マイクロソフトの特にナデラさんソフトが、はな、そうそうそう。早く出せ出せってせっついたの早は。く出せ出せ出せってものすごい圧力かけたらしいのよ。と、まあ書いてある。ナデラさんですね。ナデラさんね。で、ちょっと概要聞きましょう、概そうです要。ね。まずは客観情報からいきましょうかね。まずは客観的に何が起きたかという これなんか使い回しちゃいました、絵は。話からいきます。2023年3月14日火曜日、アメリカ時間ですけど、これ出たとき日本はもう25日や、なってましたけどね、正確には 日本時間では。はい。つまり、水曜日の、こっちで言う水曜日の明け方じゃないですよ、午前1時まあ、頃。昨日というイメージですね、昨15日です日。ね。はい。そうですね、昨日の、未明というか、夜中過ぎぐらいに GPT-4 がついに出ましたと。ところが、パラメータ数とか、どうやってトレーニングしたとか、どうやってどういう工夫したとか、ファインチューニングしたとか、一切開示してないんですね。で、その前に、ドイツのマイクロソフトがこう言っちゃったというのがあって、その時は、100兆パラメーターって言ったんですけど、これが合ってるかどうかもわからない、定かではなくて、どんぐらいでかいかわかんないんですよね。100で、兆パラメーターっていうなんか情報出てますね。出てましただね、けそれを。ど、このあれです、オープン AI のページではその数字は書いてないんですね。正だ式から、発ど表れにくはらないいんで。当てるのかわからないところですそうなんね。ですよ。はい。で、当てになるのはこの辺で、1回のこうセッションで2万5000語が取り扱える。これ約10倍ぐらいに増えてるのかな。それから、入力はテキストだけでなく画像も入力できると。マルチモーダルだと言ってるんですけど、出力はテキストだけです。それから、プロンそプト。れまだでしょ？まだ画で像す。の入力はまだ機使え能ない。はあるんだけど、一般ユーザーには開放されてない機能です。
止めてある機能、隠してある機能ですね、あるぞとは宣言してるんだけど、使えるようにはなってない。はい、ですから、これもそうなんですけど、URL を指定して、ここの文章を読んできてねと、それに対して質問するみたいなことをプロンプトの中で言えると、これもこの機能あるぞと歌ってるけど、ユーザーには開放してません。それから、モデルのトレーニングには、論文の中には2022年8月までのデータを用いているというふうに、この論文の中に書いてます。書いてるんだけど、確かにチャット、GPT-4 のレスポンスの中には、私は2021年までのことしか知りませんって言ってくるんで、ね、ちょっと変なんですから、論文が一番正しいと信頼、信用するんだったら、去年の8月、だから、GPT-3 とチャット GPT は、2021年12月まで読み込んでるから、それより半年ちょっとぐらい新しい情報が入ってるということです。それから、使い方ですけど、ウェブアプリは、チャット GPT プラスと有料版の中でエンジンが選択できるということです。これは、月々20ドルです。これを払って、その有料会員になれば、選択肢の中に GPT-4 っていうのが書いてあって、それを選ぶと使えると。ただし、さっき言ったように、この辺の機能は絞ってあって、使えるようになっていません、まだ。それから API も同時公開されてるんですけど、使いたい人は待ち行列に並ぶ必要があるということで、私、並んでるんですけど、ね、うんともすんとも何も反応がないです。はい、あとですね、パートナーっていうのがすでにもういるんですね。これ、10社近くもうあって、Duolingo って外国語の勉強するなんか教育サイトですね。それからカンアカデミーも学習サイトですね。こういうとか。あと、なんだっけ、アイスランドの政府とか、なんかいろんなパートナーがいて、実はパートナーに対しては早めに GPT-4 を提供しちゃってて、そっちのウェブサイトでは実は2ヶ月ぐらい前からもう使ってたよって、公開してたよってことを後から言ってて、なんてことだと。だから、Bing も噂出てましたよね、マイクロソフトの検索サイトの Bing は、チャット GPT、チャット機能があるんだけど、チャット GPT よりもなんか機能が上だ上だって言って、これひょっとして3.5じゃなくて4が入ってんじゃないのって噂が出てて、そんなデマ流すなよとか思ってたんですけど、実は入ってたっていうことらしいです。この辺が客観情報ですね。あと、情報源並べておきますと、公式からアナウンスがあったのが、このプロダクト GPT-4 というウェブサイトと、ウェブページと、リサーチ GPT-4 というウェブページがあります。プロダクトは、宣伝いかに優れているかと。リサーチはもうちょっと客観的なことを言ってます。さらに、ペーパーも出てます。ペーパーは、一つの PDF なんだけど、よくよく中身を見ると、38ページのペーパーと60ページのペーパーが一つの PDF にくっついてて、全部で98ページのペーパーになってます。だから2本ペーパーがくっついてます。で、これ、著者がなんか 100人以上いますね、なんかこのペーパー。後ろの方に著者のリスト、ドーって書いてあって、何々にテストしたこの人たち、何々にテストした人たちはこの人たちみたいに、もうセクションごとに著者がいっぱい書いてあります。なんか誰が何にコントリビュートしたかっていうのが書かれてるわけですね。そう、書かれてます。名前がいっぱい書いてあります。はい。あとね、引用文献の中に、東大の松尾先生の名前が書いてありました。そんなのも引用されてました。はい、日本人が貢献してるのは難しい、ね、はい、それからあとはニュースでギガジンとか、IT メディア、まあ、いろんなところで、ワイヤードは少し意見が入ってて、大幅に進化したけど、まだ信頼できるレベルには到達してないと、ちょっと意見が入ってます。うん、だからチャット GPT 研究所っていうのがあって、なんか面白そうだなと思って見てます。さらに動画はこれはヤニック・キルチャー、いつも のスイスの方ですね。うん、それからアレクサ・ゴーディック。もう動画、早いね。早いですね。もう、はい。で、視聴回数もどんどん伸びてますね。からアレクサ・ゴーディックは、ヒゲのおじさんで、Google、ディープマインドに入ったって、修士号も持ってないのに、こんなに勉強して入ったんだぜって自慢してたんですけど、なんか辞めちゃったみたいですね。自分で事業を起こすんだとか言って、Google 辞めちゃいました。うん、それから、これは、マットビドプロ、この方は若い方なんだけど、すごく音声にこだわってて、なんか、アナウンサーのように流暢に話される方で、結構面白かったです。それから、カーンアカデミー、これ、パートナーになったところがなんか動画出してます。これ、すごく気になるんですけどね。それから、これもちょっと知らなかったんですけど、面白かったです。いや、それ見た、僕。ああ、そうですか。
はい、それであと入るとこの選択肢が3つあります。で、これがデフォルトの3.5で、それからレガシーってのは古いんですかね、それから GPT-4 と3つ選択肢があって、古いのは、リズニングそこそこ、スピード速い。で、これはなんか全貌を取ってるんで、これ意味あるのかって、レガシーよくわかんないんですけど、それからこれが新しい選択肢で GPT-4 が選べる。で、選ぶとリズニングがすごく得意になったよと。で、コンサイスネスね、これコンシャスネスじゃないですね。手短に、答えるっていうコンサイスネスの方も上がってて、スピードはそんかり落ちたよというの、こういう選択肢がありました。で、以下は、会話例なんで、後で言います。まあ、すごいですね。まあ、何よりも急に出てきてびっくりしたのと、世の中の反響が大きいのでびっくりしましたね。今度は日本もいすごろんくな、反応日してま本すでもね。いろんな人がつぶやいていたり、動画出していたりして、すごいぞ、すごいぞというのが多いですね。で、大体反響すごいですね。英語の反響だと、マインドブローイングって言葉はみんな使ってますね。なんか頭がポンとなっちゃうみたいな。そうか、やっぱりすごい賢くなったみたいな、そうですね。これでちょっとやっぱりなんか職業、いろんな職業が変わっていくだろうというようなことを言う人が多いそうようでですね、す相当なことに使えます、やっぱり。ね。一番、まあ、向こうが宣伝使ってるのが、アメリカの、まあ、日本で司法試験に相当するやつ。あれの、トップ10、10%に入ったと。前の、GPT-3.5 では第10%に入ってたのに、今トップ10%で。ちなみにアメリカの、まあ、弁護士の試験なんだけど、ね、日本のある有名な人が何回か落ちたじゃないですか。で、まあ、あんなもんね、通る人間ってね、どんだけおるんだって、これ、ね。猛勉強しなきゃ無理ですよね、きっと。いや、全人口のね、1%はいない。いないです。0.1%もいない。0.01%いるかどうか、みたいなね。だから、ものすごい知能なわけですよね。すごいのもあるけど、ダメなのもあるんだけどね。私、感心したのは、なんか冷蔵庫の中身の写真を見せて、この材料でなんか作るには何が作れますかみたいなのが、すごく いいなと思いましそたの画像理解ですよね。そうそうそう意味レベルまで。よく理解してるって、なんか話題になってたのはあれですよ。iPhone の写真に、なんあちゃれ面らの白ギャい。グで、ほら、VGA の、あれ調べましたよ。あれ、あの製品本当に売ってるんですよ。エレコムでしたっけ？あれ日本製だって、あれで買ってたもんね。見た目のプラグがね、その VGA のプラグっぽいんだけども、実は、端子はライトニングになってて、あんなもんわ代わざわりざ商作っ品。て売っちゃうってもすしごいかな。してあれ今すごい売れてるんちゃいますか？ こんなんあったんかって面白いですよね。ねさすが日本ですね。え。いや、なんか全体的にすごい良くなったなという気はしますけども、ですね。オープン AI が強調しているのは一つ、まあ、より正確になったということと、高度な推論機能と、割とロジカルな推論みたいなのが強くなったみたいなんですよね。なんか込み入ったこのロジカルな関係性みたいな入った文章を割と正しく考えることができるって、今までちょっとできなかった。って、確かにさっき性能表、比べたときに、ロジカルなところ、リーズニングはすごく得意になったよって、いっそうぱいですバーね。が出てましたけど、まあ、その辺はちょっとまた実際に見ていきたいと思うんですけども、あと、許可されないコンテンツのリクエストみたいなのが、82%減ったと言ってましたね。それから、事実に基づく応答というのが40%アップしたということです。だから前のチャット GPT で割と問題になってたところが、こう目に見えて改善してるはずということになると思います。まあ、だからそういう意味ではね、前のチャット GPT でもかなり、すごいなと思ったところを、まあ、それが良かったのが、気になってたところがなんか大幅に改善されてるということみたいですね。だからこれ、もう本当に世界中で話題になってて、これ、とりあえずは多くの人が興味で、いろいろこの入力するんだと思いますけども、まあ、一部の人はこれビジネスに活かせると、大きなビジネスチャンスだと睨んで何か、企みを持って使ってるという状況じゃないでしょうかね。まあ、どっちにしてもちょっとびっくりしましたね。やっぱり使い込んで、
ちょっとこれによって何が変わるんだと、何に使えるんだということをちゃんと考えて、なんかビジネス立ち上げるという大きなチャンスじゃないでしょうかねという気はいや、いたしもうまいっぱい立ち上がってるじゃないですか。あれ、ずるいですよ、先走りしてるパートナーたち。それはなんかチャット GPT 見てね、いっぱい立ち上がった部分はあると思いますけど、今度は、今度の新しい GPT-4 を見てね、チャット GPT プラスを見て、やっぱ新たにそれをこう、前立ち上げた人をこう、乗り越えていけると。まあ、ちょっと違う視点で、また違うことできるというチャンスだと思いますけどね。というか、あのパートナーたちに、なんていうか、株を買っておくとすごく上がるような気がするんですけどもうそれはだって公表されたわけだから、ね。もう遅いか。そうです、そうです。これからまあどうなっていくかというところでしょうけども。いや、もうね、僕、世界が変わると思うね。そうですいね。ろいろもちろんね、問題点はあるんやけど、まあ、その辺はまた後で議論しましょう。いや、私もね、その例の20ドルのやつ、早速、この契約して、使い始めてますけども。そうなんですか。セーラーコーチさんもでしょ？私も、私、昨日やろうとしたらね、重くて拒否されちゃって、全然できなかったんですよ。で、今朝になってやったらすんなりできたんで、ずっと使ってますけど、会話がめちゃめちゃスリリングで、なんか終われない、止まれない、やめられない、止まらない状態になっちゃって、ブレイク・ル・モアンさんの気持ちがよく分かったぜって感じで、ずっと会話続けたくなっちゃいますいや、私もちょっといろいろやってみた例があるんで、ね。まあ、あんまり変なことはやってないですけどね。一番思うのは、これ仕事に使えると。今までは、何かとやっぱり Google でね、調べてましたよね。仕事中にいろいろこう調査って言ったら Google ですよね。Google あるいは検索エンジンですね。Bing とか。それがこっちの方が便利という気がしてます。ちょっとわからん言葉あったら、Google で調べるという手もありますけども、ちょっと調べにくいようなやつでも、こっちの方が調べやすいと。チャット GPT プラスの方が調べやすい。あるいは、スライド作ろうと思って、このキーワードでスライド作ろうと思った時に、まず聞いてみて、で、それを参考にちょっとスライド作ると。文章を書くのも多分そうで、まず聞いてみて、その文章を見て、作っていくみたいな、相当楽になりますよ、多分文章を書くのが。それ使って文章を書くのはありかどうかというところは微妙な問題はあるかもしれませんけども。いや、もうあるでしょう。いや、まあ、そのまま使うね、ボンと使うというんじゃなければ、結構いいんじゃないかそれはね、今ね、カット的な話であって、な。自分はね、これって、まあ、例えばね、80年代にワープロが出てきた時に、これ前も同じ話したけど、書道家の人が、例えば小説家が、ワープロで小説なんか書くのはけしからんと。そんなんしたら文体が変わってしまって、やっぱり小説中のはね、ペンで書かんといかんねやって言ってたけど、今頃そんなこと言う人誰もいませんよねって。で、あるいは iPhone が出てきた時に、あんなもんね、全然ダメだって欠点ばっかりあげつらった人がいるわけよ。で、だから、携帯の評論家が自分はガラケーに戻るんだとか言って、でも、そんなもん数年も経ったらね、欠点って改良されるわけじゃないですか。で、実は今のね、チャット GPT も、それから GPT-4 ですらね、欠点はいっぱいあってね、で、まあ、これは小林さんが後で示されるんだけど、自分もやってみてですね、日本語はダメですよ。日本語でやってみて、日本語で特にね、歴史的な質問したらね、全然むちゃくちゃな答えだったですよ。で、だからね、結局ね、まず言えることは、日本語がダメということと、日本の文化とか、そんなことに関して、そんなに重きを置くな、信頼するなっていうことが一つで。それからね、聞いて、これうまくいかないというのはね、それね、向こうがダメというよりね、聞き方がダメだっていう。いわゆるプロンプトエンジニアリングですね。これが極めて重要だっていうのがいっぱい分かってきて、で、アメリカでですね、プロンプトエンジニアリングの本まで出てるよ。で、僕はそれを、これ、ただやからね、買ってみたんだけどね、こういうふうに答えるべき、プロンプトを出すべきだって。だから、こういうふうに言われてて、もしね、チャット GPT とかなんとかに聞いて、正解をすれば、それはまあ向こうが知ってると。ね、間違ったらそれは向こうが知らないということである保証はないっていうんですよ。知っていてもですね、適切な聞き方をしないと、
答えが引き出せないという可能性があって、だから正しくない答えが得たのは、実は向こうがね、バカというより聞き手の方が十分な知識がないという可能性があるってことを注視すべきだって。それからある人がこう言ってたけど、日本語の例えば、まあ、チャット GPT でそうなんだけど、は中学生のレベルだと思うと、で英語だと大学生のレベルだと思うと、だから日本語でやってね、ダメだダメだというのはね、それは中学生相手に、ね、お前だ何も分かってないというのと同じだって。で私はもうさっきのワードプロセッサーの例からしてもですね、今後これが重要になってくる、ね、結局今ね大騒動してるけど、こんなのがね大騒動なのはね iPhone と同じで1年だけですよ、あるいはもう今年もう前半だけですよ、あとはもうそれが使えるかどうかで、今ねワープロを使えるかどうかっていうのは決定的に、ね、ある意味重要じゃないですか、文章で会社員で例えば経理とか何とかに仕事するときに、いろんな書類をね、コンピューターでキーボードで打ち込まないで手で書くなんてことありえないわけじゃないですか、今や。だから、例えばワープロもそうだし、それからエクセルとかね、ワードとか使えるかどうかっていうことと結局は同じになると思う。うん、で、マイクロソフトの製品、あらゆるものにチャット機能乗っちゃうでしょうね、もう1年以内ぐらいには。そうすると、もうパワーポイントの資料を作ってて、最後のまとめページなんか作ってよって、こう、できそうですよね。でしょうね。そんなのが当たり前だよね。いやいや、もっとこう、全部作ってみたいなのもできる、うん。ああ、そうそう、過去のわーっと調べてたよと、うん。10分ぐらいわーっと喋ったら、それをなんかすごい綺麗に構成してくる、プレゼント資料を作ってくれるみたいな。それいいね。だから、口で講演して。でそれの最適なパワーポイントを作ってる、これ、うん、割とサマリーに近いようなやつでもいいんだと思いますよ、うんうんうん、なんていうか、すごい優秀な人一人雇った、一人どころじゃないですね、何か雇ったかに相当するような感じで、割と何でも事務作業に相当するやつとかでも、そうそうそう、こういうエクセルの表を作ってみたいなのも多分できるんですよね、うん、そうそう、あと先行研究とか私知らないけど調べておいて、調べてきて書いておいてよとかできちゃいそうですね、プログラム作ってみたいなのもできるみたいだし、うん、いやもちろんできますよね、うん、でプログラムちゃんと実行して試してみてなんていうのも、もしかしてなんかうまくやればできそうな気がする、いややってましたよ、デモでは、いやプログラム書いてみたいなのは有名ですよね、ウェブページをなんかラフに手書きで書いたら作っちゃったって、ね、手で書いてものをこう写真に撮って読み込ませたらプログラムが出てきたとかね、いやだからかなり優秀な人一人雇ったに相当するぐらいのパワーは、一人どころじゃないと思うね、ああいうものが出てね、よく言われるのはね、人間はクリエイティブなところに行けばいいんだって、それはそうですよ、だからあれで全員がね首特にね、問題はホワイトカラーなんよ、ね、いわゆる普通のサラリーマンね、で。その人たちが全部クビになるなんてことはないと思うよ。ね、だけどね、一人がね、10倍の、ね、パワーを持てるようになると思うね。使いこなせる、ね。そうですね。ということはね、例えば事務とか経理とか、ああいうものがね、今まで10人雇ってたのが一人でいいってことになるわけですよ。いや、だからね、すごい。だから仕事がなくなるっていうことで、完全になくなることはないんだけど、あれを使いこなせるかどうかで、だから若い人、ね、もう、まあ、50以上の人、まあ、つまり、まあ、60以上の人かな、は多分逃げ切れる、小林さんなんか逃げ切れる世代、まあ、小林さんもちろん使えるからいいんだけど、まあ、同じレベルの人でね、全然使えない人って多分いるじゃないですか、そういう人たちはまあね、まあまあ、あと5年はまだなんとか持つと思うのよ。だけど10年は持たないね。で、これから入ってくる人は持たないよね。だから、大学出て、会社に入って、例えば、ああいうチャット GPT とか GPT、ああいうものを使いこなせない人間っていうのは、ダメですよね。ただ、肉体的な仕事は残りますよ。だから、よく昔言われてた、例えば、下の方の仕事といったら、まあ、いわゆる体を使う仕事からなくなっていって、ということじゃなくて、いきなり今のチャット GPT みたいなものはそうなのに、注意の仕事ね、いわゆるホワイトカラーの仕事。これが10人が1人になると。で実際今日見た予測図ではそうでしたけどね、2030年でには人間の生産性っていうのは変わらないから、ところが2030年にはね、
これが AI の生産性が10倍になるっていうわけよ、うん、だから今まで10人おったのが1人でいいってことなんですよね。で30年でそれだけど、じゃあ2025年はどうなんだって言ったら、まあ2人分が1人とかね、うん、ってなことになってだんだん、うん、そうなってきますよ。だから本当はね、そのロボットとかね、ペットとかとの融合も割と今年中に進んで、その体使うやつに関しても急展開するんじゃないかなという気がしますけどね。ロボットペットね、20年ぐらい前に一時期立ち上がりかけたけども、一旦下火になりましたよね、うん、あれの一つの原因がやっぱこう AI の未熟さによる部分があったと思うんですよ、うんうん、今回こんな道具が出てきたら、これ使ってですね、こうロボット系がまたこう一気にこうビジネス大きなところに、立ち上がってくるんじゃないかなという。例えば iPhone みたいなやつですか。ええ、ペットもそうですし、それ以外にもっとファービーっていうのもあったしね、ええ、いやいや、もっと体使う系も含めて、うん、ウェイトレスさんみたいな、ウェイターさん、うん、ウェイトレスさんみたいなのとかも、もしかしてうまく使えばできるんじゃないかと。このだ、それはね、やっぱそれはね、やっぱでもね、あのね、肉体を使うとかね、これ重いものはなかなかね、難しいね。で今のチャット GPT みたいなやることは軽い仕事でしょ。軽いという意味は、インフォメーション、情報を扱う、情報は軽いからね。で軽いという意味は、簡単という意味じゃないですよ。情報っていうのは、ものすごく簡単に移動できて、だけど、料理するみたいなことは結構エネルギーとか物、物を使うから、それを重いという意味です。パワーという意味ですか？うん、そうそう。物理的。つまり物理的とかエネルギーを使うことももちろんね、自動化されていくんだけど、情報の自動化の方が、うん、まあ、それを軽いと言ってるんですよ、うんうん、だけど私はその重い方もね、急発展 見えてきたような感じがしますけどね。だってそこにニーズあると思いますからね、うんうん、か私ちょっと気になってるのは、その塚本先生がおっしゃったのペットの方なんですよね。っていうのはやっぱり社会問題になってるのは孤独なんですよ。リタイアするまではまあ会社の付き合いとか人付き合いあるけど、リタイアしちゃうと急に人間関係が狭くなっちゃうと、やっぱりボケ始めるっていうのがあって、なかなかそうは言っても地域で人のつながりってなくなってきてるので、その時にじゃあ AI と会話することが孤独の解消になるかってことなんですね。で今早死の原因って何かっていうと、肥満はいけないとかタバコはいけないっていうのはよく認識されてるんですけど、それと同系列で孤独も早死の原因になるっていうことが認識されてきてるんですよ。じゃあそれの解消どうやってやるんだろうなって、まあ人と付き合えばいいんだけど、その代替品とか代用品として AI と会話することが孤独の解消につながるかっていうのは非常に難しい問題で、これ自分と会話してるようなもんだしなっていうのは、なりそうな気しますね。でそれに、あれでしょ、認知症なんかの原因としてもあるわけです。そう、だからその高齢の方の対策っていうのももちろん一つですし、うん、逆にね、割と最近の YouTube でね、うん、GPT-4 の、うん、割とみんなが言ってるのが教育です。あ、そうですね。子どもの教育はもう中学ぐらいまでこの AI にかなり任せられるんじゃないかという話が出てますね。いや僕はもう大学まで行くと思うね。大学、うん、まあそうです、そうかもしれませんね。いやどっちにしてもちょっと社会インパクト大きいということで、大きい、ちょっと締めくくっていいですか、ここ。はい、ちょっと大変なことになったということです。本当ですよ、すごい時代がいきなり来ましたねっていう、はい。